株式会社サードプラネットは山口県周南市と神奈川県横浜市に本社を置くアミューズメント企業。本校では2015年9月までザ・サン・アルディ・プラネットを運営していた株式会社ザ・サードプラネットについても記述する。全国各地にてアミューズメント施設ザ・サン・アルディ・プラネットを直営、フランチャイズ展開する。ザ・ アルフィーの高見沢敏彦がデザインしたキャラクター、プラミン、ブッヒーを公式キャラクターとして使用。高見沢はかつては、広北ニュータウン店の店舗のプロデュースに参加していた。他、一時期、旧運営会社の株式会社ザ、サードプラネット社外取締役を務めたことがある。旧運営会社の株式会社ザサードプラネットは、 2007年3月期に99億1231万円の売上があった。しかし、市場調査の不足による行き過ぎた店舗拡大もあって、わずか2年後の2009年3月期は売上高が、ほぼ2割減の約82億円と、最終利益は4億円を超える赤字となった。そこから3期連続最終赤字を余儀なくされ、累計損失は10億円を超えた。 その後も、スマートフォンゲームなどの台頭や、消費不況で不採算店が続出。2014年3月期の売上は、約52億8400万円にまで減少し、約5億5000万円の最終赤字となった。このため、不採算店の閉鎖などで、経営改善を図ったが、設備投資に伴う借り入れ債務が膨らんでいった。 2014年秋頃から同業者の間でザサードプラネットの経営を不安視する声が聞かれ始め2015年5月にはファンドからの融資を断られた同年6月に東京地方裁判所へ民事再生法を申請し同日付で保全管理命令を受けた負債総額約60億円 2014年から2015年にかけてのアミューズメント施設の大型倒産としては2014年12月に破産した RRB の約8億円の約7.5倍2015年1月に破産した K キャットの約16億円の約3.5倍という巨額の負債による倒産となった2015年7月民事再生スポンサーに 山口県下関市に本社を置き、ザサン r d プラネット山口店を運営している株式会社花が選定された。花は受け皿会社として株式会社サードプラネットを設立し、同年10月に株式会社ザサードプラネットからゲームセンター事業並びに各種権利を譲り受けした。株式会社サードプラネットの本店所在地は、 ザ・サード・プラネットの本店所在地であった静岡市、駿河区ではなく、花の関連会社である、株式会社、東映コミュニケーションズ、周南支店と同一の山口県周南市に置かれる。本社所在地は、当初は、旧、ザ・サード・プラネット本社と同じ横浜市続木区の1、本社制となっていたが、後に、山口本社、横浜本社の2本社制となった。 サードプラネット運営になってからは、店舗別キャラクターの設定、新規出店の再開などの経営施策を行っている。サードプラネットは2018年1月1日付で、花を逆さ合併の形で、九州合併した。また、同年5月には、サンゲームスを運営しているアムスペースを完全子会社化し、2019年7月には、 アーケードゲーム機のレンタル業務などを行うサトックスを完全子会社化し、アーケードゲーム機のレンタル業務に進出した。なお、アムスペースは2019年10月にサードプラネットへ吸収合併されている。2020年3月には、アーケードゲーム機の販売業務、メンテナンス業務、レンタル業務などを手掛けるスタンバイを完全子会社化した。 株式会社ザサードプラネットは民事再生手続きを続け2015年10月19日に株式会社ザサードプラネットから株式会社スルガカン西へ称号を変更して生産手続きを行うことになった株式会社ザサードプラネットの親会社だった長野興産株式会社もザサードプラネットの経営破綻直後に経営危機が表面化 2015年10月26日に称号を株式会社アライブへ変更したと同時に本店所在地を静岡市駿河区中田4丁目から静岡市駿河区中野新田へ移転した。静岡市駿河区中田4丁目に所在した本社ビルも売却された。2016年2月にアライブの代表者の自宅が地元金融機関に差し押さえられ、同年4月に 地元金融機関がアライブに対する貸金返還訴訟を静岡地方裁判所へ提訴し静岡地裁はアライブに対し地元金融機関が請求した金額の全額を地元金融機関に支払うよう命ずる判決を下した同年8月にはアライブが所有していた不動産が 地元金融機関の差し押さえを受け、さらにはライブが運営していた、ザ・サン・アール・ディ・プラネットフランチャイズ2店舗と、ランド2店舗も、同年9月までにサードプラネットへ譲渡された。これに伴い、駿河関西は2016年11月に、本店所在地を、静岡市駿河区中田4丁目から、申請代理人の弁護士事務所がある、東京都千代田区へ移転した。 アライブ自体は2016年11月30日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受け2017年5月11日に法人格が消滅した。駿河関財自体も2018年7月2日に民事再生手続きが決了し法人格が消滅した。旧株式会社ザサードプラネットの発祥地だった静岡県と旧 株式会社アムスペースの地盤である九州地方を中心に北は宮城県から南は鹿児島県にかけて展開している。旧アムスペースの店舗の大半はサンゲームスとして運営を継続しているが荒尾店は2019年7月の開店当初から下通り店は同年10月から夢タウン下関調布店は2020年9月から ザサン r d プラネットとして運営されている。串木の店に隣接する。串木のゴールデンボールもサードプラネットが運営するが、鹿のや店に隣接する傘の原防リングセンターは、別会社による運営である。現行店舗の詳細は公式サイトの店舗情報を参照。ABC 藤森通。あの会社は、こうして潰れた、日本経済新聞出版社。 2017年4月10日、初版、12から15ページ、ISBN9 兆7845億3226万3379。AB チームソニックレーシング速報ザサードプラネット、東京商工リサーチ2015年6月29日、ザサードプラネット横浜市鈴木区東京経済ニュース2015年6月29日、RRB。 k キャットがそれぞれ挟んへ、ゲームマシン2015年2月15日号。株式会社花国税庁法人番号、公表サイトハットエビ株式会社するが、関西国税庁法人番号公表サイトアライブ、東京経済ニュース2016年12月9日、株式会社アライブ国税庁法人番号、公表サイト、アミューズメント施設運営株式会社座、 サードプラネット民事再生法の適用を申請府債60億円。帝国データバンク。2015年6月29日閲覧。追放、ザ・サードプラネット、民事再生開始決定 JC ネット。2015年7月16日。合併に伴う組織変更のお知らせサードプラネット。2019年10月1日。 スタンバイ株式会社の株式取得に関するお知らせサードプラネット2020年4月20日株式会社アムスペース国税庁法人番号公表サイトするが関西に関するカテゴリーありがとうございます